はい、おはようございます。ということで、今日はこんな感じで曇り。で、今日はね、本当はね、先日紹介した、この、ズームの H1 エッセンシャル。これを屋外で、たんまり使おうと思ったんですけれども、今日もちょっとね、バタバタしていて、時間なさそうだったんで、朝ちょっと早く出て、これでまあ簡単に検証してみようということでね、今ね、これね、ズームの H1 で音を取ってるんですけれども、バイノーラルです、バイノーラル。こんな感じで、ラインインで、ラディウスの、バイノーラルマイクっていうのを取り付けて、今撮影しています。で、あそこに、サギがいる、サギが。ということで、今ね、これ、バイノーラルマイクで収録しているわけなんですけれども、どんな感じで、ちょっとね、今セッティングが甘いんで、この辺こうケーブルとかが、ちょっとね、パタパタ叩いているような音が入るかもしれないんですけれども、今これ、ラディウスのね、マイク、バイノーラルマイクで、ズームの H1 エッセンシャルに取り付けて撮影しています。これちゃんと問題なくこうステレオで認識してくれているんで、バイノーラル用のレコーダーとしても使えるはずです。で、本当はね、このね、バイノーラルマイクを使うときは、もう少しね、ケーブルがね、服叩いたりしないように、テープで留めたりしたいんですけれども、ちょっと今日はね、そんな時間ないんで、もう、バタバタなんで、ケーブルがね、叩いてる音、入ってるかとは思うんですけれども、まあ一応、ちゃんと、バイノーラルマイクとして、機能しているのではないかということで、ちょっとまあチェックできればいいかなと思います。で、後でね、ちょっとバイノーラルではない、このビルトインされているマイクっていうのも屋外でチェックできればいいかなと思います。で、ただね、これやっぱり操作も簡単だし、で、これ昨日ね、屋内でチェックしてみたんですけれども、やっぱりマイクをね、露出している状態では、やっぱりこう室内で使うときなんかも風防は使った方がいいかな。やっぱりこう口から出る息なんかで、マイクがね、風が切りを拾っちゃう感じになっちゃうんで、なので風防は結構マストかなというふうな気がします。はい、ということで今日ね、ちょっとね、朝からね、めっちゃバタバタしていて、本当は今日のんびりできるはずだったんですけれども、昨日の夜ね、急遽ね、対応しなきゃいけない案件が出てきちゃって、今日ね、ちょっと昼過ぎからね、京都まで小出張しなきゃいけないんですね。そんなわけでね、バタバタしながら、今日朝、こんな感じで、このね、ラディウスのバイノーラルマイクっていうのを、このズームのこの H1 エッセンシャルに取り付けて、バイノーラル録音してみたんですけれども、ショック。そうやってバタバタしながらセッティングしたってこともあってね、知らない間に、気づかぬうちにこの一方の方の、風防が落ちて、紛失してしまいました。いやー、これ、もうちょっとね、戻って探すのとかっていうのはできそうになかったんで、これね、1個ね、風防なくなっちゃったらもう、結構、外では使えないって感じなんで、やばいな、これ。これ、個人的にね、使いたかったね、方法っていうのは、この、バイノーラルマイク用のね、レコーダーとして、ね、使おうと思っていたんですけれども、初日から、この風防が1個なくなるってことで、マジショック。やっぱバタバタしながらね、やるもんじゃないな、というふうな感じだったんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、仕方ないな、と。いうことで、これね、ちょっと今から外でね、使ってみようと思うんだけど、昨日の動画を見てもやっぱりね、これね、室内で使うときでも、このね、マイクをね、露出した形ではね、おすすめできないんですね。やっぱりね、ちゃんと風防をね、つけた方がいいんですけれども、ただ僕ね、これね、風防、これ一応ね、ズームの純正風防なんですけれども、これズームの H5 とかでね、使えるタイプで、ただこれ乾燥機にかけちゃって、こんな感じで、アフロヘアになっちゃって。まあ、ただね、風防としての役割はスケッチしてくれるんで、ちょっとこれで今から撮ってみようと思います。はい、ということで今ね、これ Zoom の H1 エッセンシャル外で使っています。今ね、風はほんのり来ているっていう風な感じなんですけれども、どんな感じでしょう。昨日はね、マイクね、そのまま露出して使っていたっていうこともあって、口を近づけるとどうしてもね、マイクにかかる息のせいでね、音がね、風切り音みたいな感じでね、リミッターが振り切れてるっていう風な感じだったんですけれども、今日はね、ちょっと風防つけてるんで、これだとね、結構マイクに近寄ってもいけるのではないかなという風に思います。テステステス、いかがでしょうか。ということで、今日は本当ね、こんな感じで電車の音とかもね撮ってみようと思ったんですけれども、ちょっと急遽対応しなきゃいけない案件ができて、で今日明日とね明日もねそれでね引っ張られるっていう風な感じなんで、ちょっとねバタバタはしているんですけれども、これね昨日の夜もね家でねいろいろとZoom の H1 エッセンシャルを使ってみたんですけれども、やっぱりね操作がめっちゃ簡単。やっぱり32ビットフロートなんでね原因調査しなくていいってことなんで、もうボタンを押せばすぐ使えるっていう利便性がそこを強調したようなセッティングになっていて使いやすかったっていうところ。ただねやっぱりね筐体っていうのはねプラなんですよね。でそういうこともあって持った時のグリップノイズっていうのが、まあ、結構乗る感じなんですよ。ただその辺はこうローカットを入れてね、これローカットもねどれくらいだったかな、ローカットも80刻みでね、マイナス80、マイナス160、240って形でローカット入れられるんで、特にこう外なんかでね、まあ、直持ちをするとね、やっぱりどうしてもね、グリップノイズ乗っちゃうと思うんですけれども、マイクを固定じゃなくて結構動かすような環境では、ローカット、160か240ぐらいね、ローカット入れてしまうと、まあ、それで結構ね、グリップノイズは消えてくれるんじゃないのかなというふうに思うんで、この辺ちょっとどうなのかわかんないんですけれども、報道カメラなんかでね、ミキサー通してね、ガンマイクなんかで音拾うときなんかは結構、一律マイナス200ぐらいのローカット入れるのが普通なんで、まあ、160とか240入れるのがいいかなというふうに思います。そんなわけで今日ちょっとこうバタバタしていてね、もう行かなきゃいけないっていうふうな感じなんです。この Zoom の H1 エッセンシャル、もうすでにね、多分ね、ファーストロットね、在庫はね、ほとんどないかなとは思うんですけれども、気になる方はね、早い段階で予約入れておくのがいいかなというふうに思います。これやっぱり、値段的にもね、1万円ちょっとで買えるっていうのはかなりね、お得だと思うんでね、まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今日はこんな感じでおまかげでした。